今、新作を創作中です。乾かし中なので、ちょっと撮影しました。夜桜、しだれ桜、書いております。はい。こんな感じでですね、注文が、水墨画の注文がもう受け付けておりますので、墨前の絵にご興味おありで欲しいと思ってくださいましたらば、注文受け付けておりますので、ご検討お願いします。詳細は、説明欄の方に連絡先入れておきますので、そこからご連絡ください。新作チラ見せでした。さあ、水墨画の楽しいお時間がやってまいりました。皆さん、こんにちは。水墨絵師の松木墨前です。ご視聴いただきましてありがとうございます。この動画は初心者様向けの水墨画の描き方動画となっております。墨前流の水墨画の描き方、アドバイス、ポイントなどをお話しさせていただきながら、皆さんと一緒に楽しんで描いていく動画になっておりますので、ご興味おありの方は最後までご視聴ください。では、今日はですね、皆さんと一緒にバラの花を描いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。過去動画にですね、何度かバラは描いているので、そちらのね、描き方もチェックしてみてくださいね。今回はちょっと淡いお色の、バラを描くような、そういう描き方、皆さんと一緒に上達に向けて挑戦していきたいと思います。はい。じゃあ、道具の説明ですが、道具、紙は麻紙です。で、筆は削用筆、墨は化成の水墨、墨液タイプ使っていきます。このおすすめしているアイテムは、初心者様向けにいいのではないかなという私のチョイスでございます。私の、選んだ道具でございます。なぜなのかという詳細知りたい方は、過去動画にですね、いくつも説明動画、そしてコメントなども入れてますので、そちらチェックしてみてください。三北法ですが、もう毛先にちょっとだけつけるって感じかな。で、パレットコロコロ法、三北法の準備してみてください。お花、主役級から書いていきますね。ひらがなのくの字を書くように、書いていきます。まずね、重なってるとこ作りながら、くの字を入れていく。はい、こんな感じですね。ここから、お筆倒して三北法を効かせていきます。もうちょっと墨つけてもよかったかな。 はい、ですね。このぐらいつけちゃった方がいいかな。こんな感じでですね、花びらを入れていきます。入れたとこの、この接続部分、重なるところ、ここに次のを書くって感じですかね。で、ここでですね、お筆一回洗いまして、ここでお筆は一回洗って破墨させます。バラってこう筒状の形、お花がね、ちょっと長いですよね。あれを表現したいので、ちょっと縦の線入れて破墨させちゃいます。そうすると、縦長のこういう筒状のお花にしていくってことですね。ここからこう来て、フリルがこの下まで行く。 うちもここからフリル終わってのここで行くっていうの分かりますかね。これを濃墨でちょっと濡れてる間に入れちゃいます。はい、そうすると、こう筒の感じのね、立ち上がりというのかな、あそこが表現できます。はい、
破木させます。縦向きの、破木ですね。お筆を縦に縦に縦に持っていきます。ここも ほぼお水ですからね。はい、できました。で、さっきと同様、フリルがどこで終わってるかね。ここで終わってます。ここからフリルを持っていく。はい、ここでフリル終わってるので、ここからフリルを持っていく。はい、そうすると縦長のね、できましたね。入れていきましょう。際まで持っていっちゃう。いつも言ってるあのとっくり効果ですよ。とっくり効果ね。も一緒に描いちゃってます。ごめんなさい。はい、茎も入れます。ちょっと茎は薄めでいく方がいいかな。全部濃くなっちゃうと何書いてるのか分かんなくなっちゃうので、茎は濃く書いてっていう感じかな。でバラなので筆をね書いときましょう。
忘れてましたね。すぐ近くの葉っぱは丸くね。あえて葉脈突き出すような描き方した方がいいかな、はい、薄くなりすぎたのでやっちゃいますね。どうかしら。はい、完成です。はい、バラを描いてみました。よかったらご参考にしてみてください。今後もですね、こちらの動画は初心者様向けにですね、水墨画の描き方、アドバイスやポイントなどお話ししながらお届けさせていただきたいと思っております。はい、では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンいただけると大変ありがたいです、はい、では皆様の水墨画応援してます。頑張って。